わさびゲームで検索検索。やあ、刹那圭介だよ。今回から第2章、次の日へ進む、やっていきたいと思います。ところでさ、この5人見てみたらさ、どうしてもさ、右上のこの男がさ、他の4人と比べてだいぶ見た目が違うなっていう印象があるんよな。本当に血のつながった家族なんだろうか、お前ら。いきまーす。第2章、本当の自分。忘れた自分のことを取り戻しに行く時が来るのか。第2章にして。もう第2章にして。あれ？何この、何この音楽。あれ待てよ、これ。なんかチルのオルゴールの時に流れたやつじゃない。チルのオルゴールの音ってこんな感じじゃなかったっけ？ぐすいつまで泣いてんだ、うるせえぞ。へっ、お前の声聞いてると先がまずくなるんだよ。ぐすこれ主人公かな、てか髪型が主人公っぽいけど、主人公の小さい頃的な。おいだとしたらこれはお父さんになる。ちょっと言い過ぎじゃないか。はあ、なんで私が文句言われなきゃいけないの。すごい。主人公のお母さんバイオレンスな人やな。うるさい、あいつが悪いんだろ。それはお父さん何か言ってやれ。大黒柱、大黒柱。そうだね、ごめんよ、君は悪くないね。わ、お父さん。お母さんの筋力に屈してる。なんかカカア殿下の家庭の方が多いイメージが俺はあります。夫は奥さんに逆らえられない運命なのでしょうか。機嫌を直してくれよ。あ、待って、パパ、私を見捨てないで。どうしていきなり夢の国のネズミみたいな声になるの。ごめんね、ママのことはお前に任せたからな、フルート。お前なら大丈夫だろう。ほう、そんなフルートって誰。あんたのせいでパパは出ていったんだからな。あんたがいるから私は捨てられたんだ。わ、 DV の家庭のよくありがちなパターン。夫か奥さんかどちらかが出ていて、その後もう片方がすごい暴力的になる。お母さん、あんたがいるから私は不幸なんだ。ミサ、ミサ、お母さん、ごめんなさい。この疫病神が。バシッ、強烈、痛い、やめてお母さん。うるさい、バシッ。同じフォームでもう一発。うっ、バシッ、同じフォーム。あんたは人を不幸にする。そんな。おい、どうして泣いてるんだ。あれ、この髪型どっかで見たことある気がする。大丈夫、今のやつも飛ばしてもうたけど、今のやつも見たことある髪型してるぞ。お前らなんかどっかで見たことあるよね。よかったら俺たちに話してみろよ。何か君の力になるかもしれないよ。だってこの音符やって、この文字の最後につく音符やってどっかで見たことあるよな。親近感っていうか騎士官、騎士官ってやつだな。デジャブってやつだな、これ。あなたたちは？はっ！え？今のは？夢？あ、目が覚めた。おう、ハルくん。相変わらずそのポーズは、なんだい？あれ？私、どうしてここに？急に倒れちゃうんだもん。びっくりしたよ。
きっと疲れてたんだね。それに大丈夫？何かひどくうなされていたみたいだけど。過去が見えた。多分過去だろうな、あれ。主人公の過去なんだろうな、あれは。ちょっと何かちょっと思い出した感じ。大丈夫だよ。どうでもいいこと言っていい？ちょっと、ふと、このメッセージ読みながら周り見渡してみたらさ、ここに小さいおっさんおるんやけど。シルクハットをかぶった小さいおっさんここにおるんやけど。さっきの夢は一体？なんかすごくリアルだった。それに夢の中でミサって、え、そうだ、思い出した。私の名前はミサだ。あ、やっぱシリンクの過去なんやな、あれ。ミサ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 って呼んでいいか。ミサミサ、その時だった。私は部屋の中に少し違和感を覚えた。奇遇やな。俺もちょっと前からさ、ここに小さいおっさんおるなと思っとったわ。なんだろう、この感じ。わあわ、これチルの本体の人形じゃない、これ。ちょっとなんか違う。いや、だいぶ似とるよ、だいぶ似とるよ。部屋の中に見たりない人形が飾られていた。これは何？何ってあの人形じゃない。それは古い人形で何度も修復した跡がある。大事に使われてるんやな。これっていつの間に？お前が持ってきたものじゃないのか？わ、私は知らないよ。うん、僕も知らないな。これってどことなくあいつに似てるような。そうよな。それより早く次の鍵を見つけなくちゃ。うん、もう次の住人はお前を襲う準備は整っているはずだ。油断しちゃいけないよ。わ、はるくん、なんかいつになくすごい真剣な顔やな。でもさ、なんでそんな真剣な顔なのにさ、この音符がついてるんだ。もうその顔に似合わないよ、この音符。とりあえずいろいろもあって愛しそうな住人を探すしかないよね。ああ、危険だが今はそれしかない。わかった、じゃあ行ってくるね。ああ、頑張って。お前さっきの真剣な顔どこ行ったんだ。お前一瞬にして変わってないか、お前。何頭を後ろで手組んでんだ、お前は。よっしゃ。けどちょっとあれ、部屋探索したことなかったような気がするけん、ちょっと探索してみようかな。あ、なんかベッドになんか体縛るようなもんついてますけど。あれ、ベッドが変わってる。それによく見たらこのベッド、拘束具のようなものがついてる。一体誰がこんなことを。え、もしかしてハルくん。ハル、ねえハル、もしかして私が寝てる間に細工した、絞ろうとして細工した。ねえ、目をそらさないでハルくん。やっぱ一番気になるのはこいつなんやけど。この人形、あいつにどことなく似てるよね。でもよく見ると、あ、さっきと一緒の話か。これ階層の中でさ、ミサがあの猫の人形っぽいに抱えとったよな。もしかしてそれがこれでさ、ん？なんかこいつが言おった、いつも助けてやったじゃねえかみたいなこと言おったけどさ、それってさ、一緒に行って慰めてやったじゃねえかって、いつも人形と一緒にいると落ち着くんだみたいな意味でさ、そういうことかな。あと人形、人形じゃないわ、ノートも、ノートも光っとるけど。ん、あの頃のお母さんは優しかった。私はお母さんが大好き。でももうあの頃のお母さんはいない。一体何のことだろう。それにしてもこのノートってさっきこんなことを書いてたかな。ああ、過去の回想を思い出したけんな。このノートってもしかして、ミサちゃんの、あの、心の中っていうか、記憶を表したのかな。まあいいや。よっしゃ、行くか。聞き込みじゃ、お前。おお、いきなりおるでないか、リーグル。まずは、誰か今
誰が今日襲ってくる住人なのか探さなくちゃ。慎重に行動しながらいろんな人を観察してみよう。おっしゃー、まあ明らさまに話しかけてくださいみたいな感じでおるけんな。お前ね、お前ね、話しかけるわお前。ほうスネオヘアーなんよな、こいつ。こいつスネオヘアーなんよな。あ、あの、どうかしたんですか？お前には関係のないことだ。すいません。いや、ミサちゃんは何も悪ないよ。悪いのはこいつだよ。まったくレディーに謝らせてやで。紳士じゃないな、お前は。だが、何か大事なものを忘れてる気がする。え？もしかして、チルのことを気にしている？しかし、思い出せん。酔ったな、こいつなんか。チルに何かしたら、俺が許さないみたいなこと言おったもんな。チルに一番近い立場におるんは、こいつなんかな。一体、何のことだったのか。よかった。ジンの言った通りみたいだ。の割にはお前、チルの部屋、うろちょろしろあたり、なんか、なんかちょっとだけ近いところにおるな、お前。あ、チルの人形。本体ではなかったよな、こっちが。チルが横たわってる。動く気配はない。ん？ポケットに何か紙が入ってる。また泣いちゃった。私はすぐ泣くの。すぐに泣いちゃう自分は嫌いなの。チルが自分で書いたものなのかな？これさ、さっきの回想の時もさ、あのチルのオルゴール流れたしさ、もしかしてチルって主人公の心の一部みたいなところあるんかな、なんていう回想をしております。もうこのさわさびゲームの数々はね全体的にさ、いろいろ回想ができるからね。ゲームしなきゃ回想ができるところが楽しいもんね。どんな展開になるかっていう予想をしながらプレイできる。この回におるはもう全員話したんか。じゃあ一回行ってみようか。どうした？誰か泣きよる。あれ？どっからか泣いてる声が聞こえる。あそこかな？中には。おや、中庭の泣く少年かな、子供の声だな。都市伝説おむ？こいつなんて名前だったっけ。モルホだったっけ。ごめん、ちょっとほぼ若干忘れ気味だった、ごめんな。ここは中庭か。中央には奇妙なオブジェが置かれている。それに周囲は全て壁で覆われていて、中庭から外の館に、館の外に出られそうにない。あれ？私はふと上を見上げた。あれ？ガラスか知らんけど、なんか開いとんやな。中庭の上に天井がある。しかも天井の中央はガラスになっている。この中庭は外に見えるけど、一応館の中なんだ。意地でも私をこの館から脱出させたくないのかな。やる気満々だな、ここ住人は。これまでどんだけの人をこれにいざなっては殺してきたんだろうな。モルフォ、シクシク。あ、お前が泣きよったんじゃ。どうしての？何かあった？もしかして誰かにプリン食べられてた？あのね、足の物だよ。違うよ。僕の宝物をカラスに取られちゃったんだ。宝物をカラスに？うん。それでカラスがあの木の上に持って行っちゃったんだ。ああ、巣ができてますね。お姉ちゃん、僕の宝物を取り返して。お願い。どうしよう。このまま放っておくわけにもいかないし。わかった。優しいな。なんならこいつ楽器を殺しに来る相手かもしれんのにさ、その相手に情けをかけるんだ。おお、これは脱出手伝ってもらえんかったら割に合わんな。やってみるね。本当？ありがとう、お姉ちゃん。
この顔、ショタコンの人が見たら、どんだけキュンキュンすることでしょう。うん。でも、木の上にある宝物なんて、どうやって取れば。何か方法がないか、探してみよう。でもさ、モルホに関してはさ、モルホだったらさ、なんかペットの動物に行け、取ってこいみたいな感じで言わせたら、そこまで手なずけてないんかな。それでできるんじゃないかな。なんか通ったよな、確か。あと、モルホくん。ごめん、ちょっと待って。先にこの井戸の中光っとんがすごい主張してきてるから。何か降りそうな感じがする。貞子とか降りそうな気がするんやけど。へい、貞子。うん？井戸の中に何かあるみたい。私はそっと中を覗き込んだ。うわ、はしごあるでないか、お前。あからさまではしごあるんです。あ、はしごが落ちてる。どうしてこんなところに？でも、ちょうどよかった。このはしごを使えば、木の上に届きそう。ご都合主義。欲しいと思ったもんが、いきなり手に入りました。ご都合主義です。はしご。色に落ちていたはしご。これなら木の上にも届きそうだ。オッケー。うん。よっしゃ、行くか。あ、なんか扉もあるんだ、こっち。鍵がかかっているようだ。何の部屋？中庭のさらに奥。鍵がかかっとうってことはなんか厳重なもん置いてる。なんかすごい気持ち悪いもんある。何これ？ねえ、ワクワクさん、これゴミ？植物なんじゃ。人の手の形。まあ、闇落ちたマスターハンドとクレイジーハンドじゃん。お前スマブラか。お前スマブラじゃない、スマブラにしか見えんの。お前最近スマブラ好きやけん、ようやいよけん、スマブラのマスターハンドクレイジーハンドしか見えんのじゃん。お前よし、さっき手に入れたはしごを使って登ってみると結構高いな。お姉ちゃん、僕の宝物あった？いや、そもそもお前の宝物ってなんだ。お前宝物、エロ本か。おい、エロ本か、お前。おい、モルホ、お前エロ本はその土地で読んじゃダメだぞ。お前せめて18歳になってから読みなさい。別に巣の中には何もないけど。嘘、確かにあるはずだよ。よく探してみてよ。やっぱり何もないな。ガタ！わ！わ！急に立てかけていたはしごが倒れた。キャー！今ちょっと自分なりに自分のまあできる範囲で可愛い女の子の叫び声をちょっとやってみました。うん、これが限界です。私はバランスを崩し地面に落下してしまった。いたたたた、大丈夫大丈夫、ミサちゃんのお尻ふっくらしてるから。急に古いはしごだったのだろう。足が折れてしまっている。危なかった。落下した位置があと少しでも右についてたら、わあ危な、九死に一生とはこのことか。結構痛いぞこれは。魔人ブーでもこれは痛かったぞーみたいな感じでこれ言うかもしれないぞ。お前、私のすぐ横には鋭く尖った柵が置いてある。あの上に落ちていたら刺さって死んでいたかもしれない。お姉ちゃん、大丈夫？なんとか。そういえば巣の中を確かめたけど何もなかったよ。嘘。確かにあの巣に持っていたと思ったんだけどな。僕の見間違いだったのかな。元気出せよ。あ、お姉ちゃん、後ろの髪の毛に葉っぱがついてるよ。わ、切り替え早いな、お前。もう泣き止んでるやん、お前。え？本当？僕は取ってあげるね。そう言うと、モルフは私の後ろに回り込んだ。あ、やめて。やめて、女の子の髪の毛触らないで。
女の子の、お前もしかしてさ、女の子の髪の毛で触るためにさ、あ、ついてる指みたいな感じで嘘ついたんじゃないの、お前。そこまでして女の子の髪に触りたいのか、女子の命の髪に触りたいのか、お前。あ、俺も真似しようかな、今度から。葉っぱの位置が高くて届かないんだ。やめろ、お前。私は、膝を曲げて頭を下げた。モロフは必死に葉っぱに手を伸ばしている。取れた、お姉ちゃん、取れたよ。あ、これ多分あれですね、本当はついてないんやけど、取ったふりして取れたって、あらかじめ持っといた葉っぱを見せたタイプですね、俺。そこまでしてお前おなごの髪を触りたいのか。確かにミサちゃん可愛いけど。あ、ありがとう。そう言いながら私は後ろを振り向こうとした。その時だった。あと少しで柵に刺さって死んだのによ。誰だよこのゲーム。なんか魂宿ったもの多すぎませんか。何今の声。どうかしたの。え、今何か喋った。別に何も話してないけど。やめろお前。え、どうしたのお姉ちゃん。なんか変な夢でも見たのみたいな顔やめろお前は。そうでも確かにモルホの声ではなかった。逆にあのモルホの声だって、あれがモルホの声だったらええってなるよお前。お前めっちゃ声変えれるでお前。ボイスチェンジャーかお前。おもく喉はもっと低くて不気な声だった。あとでお前は食ってやるよ。このミサちゃんもミサちゃんでさ、この顔の歪み方はちょっとかわいいな。また聞こえた。声が聞こえてきたのはモロホの後ろ側、奥の茂みの方だ、からだろうか。その瞬間だった。ガサ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 。うわー、やっぱりあの茂みに何かいる。ミサちゃんうわーとか結構なんかすごいリアクションオーバーっていうかでかいよな。まあそこが可愛い。きっと私を殺そうとしてる住人だ。ちょっと状況が状況やけど仕方ないけど、自意識過剰になり始めている。被害妄想が強なり始めてきてるような気がする。早く逃げないと。それじゃあ私少し用事があるから。そんなもっと遊んでよ。また後でね。逃げました。そう言い残すと私はすぐに館の中へと入った。危ないところだった。モロホの後ろの茂み、間違いなく誰かの声が聞こえた。おそらく私を今日狙っている住人だろう。これさ、まさかさ、まさかとは思うけど、この狙ってくる住人ってさ、二人同時の日とかないかな。なんかそういう日があってもおかしくないなってちょっと思い始めてきようよな。なんかね、ありそうじゃない。姿までははっきり見えなかったけど、これで一つ分かったことがある。何。まずモロフは今日襲ってくる住人ではないってこと。それは確かにやな。あんなちょっと隙だらけでさ、すごい葉っぱを取ってくれるっていう優しい紳士的な男の子っていうのはよくわかった。もしモロホだったらさ、あの時にさ手にナイフ持っとったらグサッとやれとったもんな。やりたかもいいんかやもんな。声の主はモロホの後ろ側の茂みに潜んでいた。かなり低く不気味な声だった。たださ、これモロコの本体が別にあって、そこでヒッヒッヒッ言ってたという可能性もなくはなかった。もういろんな考え方できる。もう第一章目でさ、チルは本当の姿は人形って。どうした、今ちょっとあーって文字出てきたよ。ちょっと変な気をしちゃった。低い声ということは大人の男性ってことかな。大人の男性といえばムールかリーグル。この二人の声がどんな感じか知らんけどさ、
この人はただ声低そうやけどさ、案外この人は意外とハスキーボイスだったりするかもしれんなっていう感じがする。偏見。今日狙ってくる住人はこの二人のどちらか。よし、それが分かっただけでもまずは収穫ね。とりあえずハルド人に教えなくちゃ。お姉ちゃん、どうして急にいなくなるの。うわごめん、少し用事を思い出したんだよ。僕もっとお姉ちゃんと遊びたい。年頃の男の子だった。まあ、確かにさ、ミサちゃんみたいな女の子が、年上の女の子がおる状況で、環境でそうだったら、こう甘えたくなるもん分かる。俺だったらそうだもん。ごめんね、私すごく忙しくて。いいじゃん、少しぐらい。でも今度は外に遊びに行こうよ。外？うん、この館の外にある森で遊ぼうよ。え、あなた館から外に出る方法を知ってるの。マジか、脱出するチャンス。どういうこと。玄関は厳重に鍵がされてるし。あ、こんな感じで鍵されてるの、見てなかったっす、ごめんなさい。窓も鉄格子で塞がれてるのに。へっへーん、へっへーん、へっへーん。僕が見つけた秘密の抜き道があるんだ。あ、モルフォ君、へっへーんって一回言えば十分だから。それを通れば館の外に森に出られるよ。本当？本当だよ。前は僕一人でよく森に遊びに行ってたんだ。そうなの。森に、で、夕方の晩ご飯の時間になったら、はい、今日の遊びタイムは終了みたいな感じでおっさんが言いに来るんじゃないの。僕夏みたいに。もう晩ご飯ができてまーす。もしモルフォの言うことが本当なら、全部の鍵を集めなくても、その秘密の道を通って、こっから脱出できるかも。その抜け道を使えば、外の森に出られるんだよね。うん。でもどうしたお前。でも、この昨日、パパに塞がれちゃったんだ、みたいな感じに言うなよ、お前、もしかして。実は、その道、僕が森に出かけると危ないからって。まんま俺の言った通りなんか。パパに塞がれちゃったって、本当に塞がれとったパパに。パパ、好奇心旺盛な男の子の行く手を邪魔すると、その男の子の成長を邪魔することになるんだ。パパ、危ないのはわかる、危ないのはわかるけど、男の子はね、好奇心で成長するんだよ。そうなんだ。さっき、でもね、その鍵を外せたら外の森に出られるんだよ。だけどその鍵がどこにあるかわからないんだよね。僕、鍵がどこにあるか知ってるよ。え、本当？パパの部屋だよ。あ、そりゃそうか、この人が鍵かけたやもんな。冷静に考えたらそりゃそうか。パパの部屋の暖炉の上に置いてあるんだ。そこまで見てるのかお前。でも僕は身長が低くて届かないんだよ。そうだから一日で身長を伸びる薬欲しいんだけど。あ、そういうアプローチで取ろうとしてるの。誰かに取ってもらうわけじゃなくて、あくまで自分で取りたいの。なんか出てきた。お姉ちゃんならきっと届くと思うよ。ね、早く行こうよお姉ちゃん。自分で触ってもない鍵をさ、なんであの鍵だとわかるんだい。ちょっとそのあたりちょっと気になるとこですが、まあいいや。ねえお姉ちゃん、パパの部屋は3階の書斎にあるよ。早く早く僕についてきて。せかすな。あ、ねえモルフォ、ちょっと待って。ここをよう見たらリウサの部屋が近くにあるじゃん。お姉ちゃん、パパの部屋はそっちじゃないよ。パパの部屋は書斎の奥にあるんだ。あ、分かっとるよ、分かっとるけどさ、せっかくリウサの部屋が近くにあるんやけどさ、リウサのおっぱい眺めに行きたいんよ俺は。もう、おい、モルフォー、モルフォー、おい、
俺はリーズさんのおっぱいが見に行きたいんだ。お前、俺の性欲をね、爆発させたいんだよ。お前俺の心を性欲で満たしたいんだよ。お前は、お前子供だからお前には分からんだろうけどな。お前くそおっしゃ行くぜパパ。それはなんかさ、自由探索の時間にさ、パパ見かけたことないんやけど、お前パパどこに、どこに行ったか知っとる？お前、ここがポポの部屋だよ。ギードア開けるたびにですね、わざわざ自分の声でギーって言ってるこの悲しい24歳、見せないでください皆さん。鍵開いてるね。でも勝手に入ったら怒られるんじゃない？今はポポの部屋には誰もいないから大丈夫だよ。やめて、その誰もいないって文字に赤されたらさ、なんかいろいろ見てるときに、あ、誰か来たってなるパターンやから、モロホー君フラグ立てる天才か、お前は。え、そうなの？あ、ミサちゃんもこれはフラグだぞ。お前これはフラグだぞ。こう見せかけてさ、後から誰か来たみたいな感じになるからな。お前ほら、お姉ちゃん、そんなことより早く鍵を取ろうよ。僕早く森に遊びに行きたいんだ。わ、わかった。好奇心旺盛なのはいいことです。暖炉の上って言ったな。じゃあそれあえて最後に回して他のところ調べたいでございます。机の上には日記が置かれている。悪いけど勝手に読んじゃおう気になる。確かに気になる。あの見た目がすごい不気味なおっさんはどんな趣味を持っている。いきなりやばい文字が出てきた。いきなりやばい文字が出てきたね。これ以上耐えられそうにない。俺はどうすればいいんだろう。もう我慢の限界だなんか一番見ちゃいけない文章を見てしまった。ムールは何かによっぽど悩んでるみたい。あ、奥さんじゃない奥さんじゃねえのかこれ。奥さんじゃないのかお前。確かに離婚したがっとるみたいな感じにあったなおいここまで思い詰めとったんかお前、離婚のためにさそんだけ嫌なのか。おっぱい大きい奥さんがいるんだぞお前。絶対胸の大きさだけで結婚相手決めただろあいつ抜け道の鍵はダウンロード上だよ。わかった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 お前。でも先にそこっち調べるからだ。待っとれお前。誰あ、なんかシャーロック・ホームズがいた時代にいたみたいな人出てきた写真にはかっこいい男性が、えまさかとは思うけどさ、これムールの若い時代とか言うじゃないだろうな、お前。いや、待て。おい、だとしたら、昔のムールが声だとしたら、お前、歳を取るたびにさ、なんか突然変異で見た目変わったみたいな感じなんだろ、お前。この格好って、もしかしてムール？でも、今の姿と全然違うよな、お前。もうさ、もう別の生き物かってレベルで違うもん本当にムールなのかな。なんなんムール全然見かけんくせにさ、えらい存在感あるんよ。あ、これって出た、これか。あった、鍵だ。これがパパが隠したっていう鍵。そう、それこれであの鍵が外せるよ。じゃあ早速抜け道に行ってみようよ。もういで遊ぶの楽しみ。え、ところでさ、ムロフォ、お前森でどんなことして遊ぶの？座禅。渋。うん。ところでその抜け道ってどこにあるの？確かに鍵がかかっとるって聞いたけどさ、鍵かかっとるところを見てないんだよな。どこ？地下だよ。地下？そんなところに抜け道が？ほら早く行こうよお姉ちゃん。うん。そのままモロホに促され地下へと向かった。フラグはおられていた。
探索中に部屋に誰も入ってこなかった。あれ？あ、誰とも会わなかった。あれ、あれは、探索中、二人で探索中に誰か入ってくるパターンかなと思っとったんやけどな。あれ？ここが地下だよ。なんか、かなり不気味。早く奥に進もうよ。奥に抜け道があるんだ。お姉ちゃん、早く。お前、モルフォン、お前。ミサちゃんを連れ出して、お前どうする気なの？ミサちゃんのことをさ。お姉ちゃん、僕が、ちょっと怪しいの見えてるよ。ねえ、左の方に怪しいやつ見えてるよ。不気味とかじゃなくて、もう、見えちゃう赤いようなやつ見えてる気がするんだけどね、僕。